中の伊藤純也まさかの新事実発覚。フランス紙レキップは伊藤、何事もなかったかのように、というタイトルで報じた。同紙は彼伊藤は、彼の妻が滞在し、間もなく出産する予定の日本には立ち寄らなかった。地元ジャーナリストらによって伊藤が襲われるのを避けたとし、なぜなら性的暴行の告発の発覚が、彼の国でメディアの嵐を引き起こしたからだ。そのことで、チームメイトたちの指示があった後、アジア杯期間中にサムライブルー日本代表のスターを離脱に至らせたと説明した。待って待って、伊藤純也の奥さん妊娠中だったの？知らんかった。疑惑は嫁的に最悪やん。今嫁が妊娠してるとなるとだいぶ印象変わってくるよね。嫁妊娠してんのにホテルで会っちゃダメよ。まあ不倫報道は性加害報道とは別の話よね。奥さんと解決できてるなら外野がとやかく言うことでもない。ランスのトレーニングに合流した時に指輪しとったから奥さんとしっかり話した結果だと良いけど、伊藤純也本人と話した JFA が奥さんの妊娠まで把握してたとしたら、あんなにひどいと思ってた田島や反町さんの発言もちょっと仕方なく思えてくる。まあホテルで一緒に女の子と飲むぐらいいいじゃんとも思うけど、広告塔としてはきついのかな。まあそもそもどこまでが本当でどこまでが嘘か分かってないからなんとも言えない。ダットランスが伊藤純也に全幅の信頼を置いてフル出場。これが女性の権利を重んじる先進国フランスの判断よ。推定無罪は当たり前に適用されるということ。昨日の試合は元気そうでよかった。